のマギです。ということで、本日もマギーの K-POP 部屋へようこそ。ということで、本日の議題は、NiziU ってなんでこんな日本で売れんのかっていう話です。ということで、今回は NiziU がなんでこんなに日本で売れるのかっていうのがね、ちょっと僕の中でこう、ある程度分かってきましたね。そちらの方をね、話していきたいと思います。ということで、NiziU なんですけど、まあ、実は、まだデビューというわけではないんですよね。デビューは今年の10月とか11月ぐらい、秋ぐらいになるんですけど、まあ、それまでの今、準備期間で、プレデビュー曲みたいな感じで出してるんです。Make You Happy ってやつをね。で、あれ見て、もうすごい今日本じゃ、ドカーンって売れてるわけじゃないですか。その理由なんですけど、もうそれはな、曲的にも、やっぱりその前回ね、解説しました。そちらの動画見てほしいんですけど、下の概要欄にあります。そちらの方ではね、こう、J-POP と K-POP がこう混ざってて、やっぱり日本人にもすごい聞き馴染みのある曲だから、すごいわかりやすいんだよ。すごいみんながスーって聴ける曲だから、すごいいいんだよっていうとこ言ったんですけど、まあね、日本の今までのアイドル史、アイドルの歴史ですね、アイドル史で今まで売れてきたっていう理由の一つに挙げられてると思うんですけど、パッて踊れるかどうかっていうね、まあ、みんなが真似できるかどうかっていうところでございますね。すごいね、わかりやすいね、こんなの音大生じゃなくてもわかるね。そうなんですよ。まあね、これの代表で言えば本当にその大先輩です。私の大好きなトワイスちゃんたちのね、 TT なんかもね、わ、もう今 TT って言いながら出ちゃったもん。これが出ちゃったもん。これが売れた理由の一つなわけですよ。このわかりやすいダンス、誰でも踊れる。もう、こうして、こうして、こう、こう。はい、もうこれだけで、あ、DD だってわかるじゃん。それぐらいわかりやすいんですよ。で、今回の NiziU、もう、縄跳びダンス。まあ、わかりやすいね。もう、マジで今回の日本で売れた理由の一つ、もう、半分ぐらい占めたって言ってもいいんじゃないでしょうか。これです。縄跳びダンス。もうこんなさ、もう誰でもできるじゃん。90キロのデブですら今これできるよ。もう簡単。こんなに簡単で、もう子供たちがね、誰でも踊れると。で、子供たちが誰でも踊れるってことは、その子供が見るじゃないですか。見ます。そしたら、もう親も一緒になって見るわけですよ。で、親もパッと見ただけで、あー、NiziUねって分かり出す。で、子供たちが売れてる、親たちも見始めるってなったら、もうテレビとかでバンバン出るじゃないですか。そしたらもう、徐々に徐々に浸食していくわけですよ。私たちの方にもこれが浸透していくと。だからもう、もう老若男女、もうみんなが愛されるダンスなんですよね。もうそれがめちゃくちゃでかい。まあ、あと細かいとこ言えば、まあ、本当に今回さ、珍しくっていうか、まあ、初めてなんじゃないかな。こういうアイドルの番組をこうやってくるっていうのは今まであったけど、それをスッキリっていうね、朝の情報番組で取り上げる。それってめちゃくちゃでかいんですよ。で、さっきも僕が言った通り、もう子供が真似するイコール親も見て真似できちゃう。ね。これってもうすごい大事って言ってたじゃないですか。もうぴったりじゃん。朝の情報番組なんて、もう朝起きた小学生、中学生、高校生、学生が見るもんですよ。朝。だって俺もめっちゃ見てたもん。目覚ましテレビを見てから俺行ってたもん、学校。わかる？俺もう毎回占いを見てから行ってた。今日も元気よく行ってらっしゃいって言われてから朝の特ダネですって俺言われてたもん。これぐらい朝の情報番組って小さい子が見るんですよ。で、それをやっぱりスッキリでやってるっていうね。頭いいね。めちゃくちゃ頭いい。いやもうほんと頭いいよね。でも、それに伴いなんか、J.Y.Park さんがめちゃめちゃ伸びたっていうのは、俺はちょっとあれは予想もしてなかったけどね。俺はスッキリやり出した時に頭いいなって思ってたけど、まあ、そこがもうぴったりじゃん。でも小学生たちもさ、すごい夢見るじゃん。アイドルなりたいって。しかもさ、もうメンバー全員さ、中高生とかでしょ？一番上のまこちゃんとかですら、もうまだ二十歳とか行ってないんじゃない？そんな年の子たちがさ、やってるんだよ。あんだけもう、ポーンってなりました。で、トゥワイスの後輩ですみたいなになったらさ、え、私たちもできるかも、頑張るって、もう勇気づけられるじゃん。そりゃ売れますよね。もうこの、日本でのマーケティング能力の高さたるや。すんばらしい。いや、本当にすごいですよ。いや、最高ですね。これはもう、あ、これが売れる人の脳内の考えなんだ。こういうマーケティングをするから、この子たちは売れるっていう。やっぱね、プロデュース能力がやっぱり高いですよ、JYP さん。もうね、全体かもしんないけど、本当にすごいっていうお話です。まあ、結果、NiziU が日本でこんなに
爆売れする理由は、この縄跳びダンスでもうみんな踊れるっていうことと、朝の情報番組スッキリで取り上げてて、もうちょうどニーズをかっさらってったっていうね、天才です。いや、本当にね、僕もね、音大生としてこの音楽のこういうところが中毒性あってみたいな話をしたかったけど、まあ、それどころの詐欺じゃなかった。まず、マジでマーケティングがうまい。マーケティング最強にうますぎるし、もうあのダンスでしょ。もうそれも全部マーケティングじゃん。マジでもう最強。もうブランディングがバチバチにできて、すごいよ、二重って。みんな思ってる以上にすごいからね。もう二重大好き。大好き。大好き。